宮城県鳴子温泉はこけしのふるさとと呼ばれるところ。もともとこけしは美術品でも工芸品でもない子供相手のおもちゃなのです。その名前の言われははっきりしていません。こけしの材料は団子の木、板や楓など毎年秋口に伐採したものを約半年間自然に乾燥しておいたものを使います。鳴子の町には約20軒のこけし作りのうちがありますが、20年の制作歴を持つ桜井昌司さんの工房を見学していました。粗く削った丸ひからまず頭を作ります。人作りでも何でもそうですが、やはり頭の方から作っていくのが肝心らしゅうございます。ろくろの回転につれて面白いように削られていきます。きれいに丸坊主になりましたら、首のところで切り落として頭は上がり、今度は胴体。昔はこけし工人のことを木地師または木地屋さんと呼びましたが、木地屋の始祖は第55代門徳天皇の第一皇子惟喬親王。その伝統を引いているのが鳴子の工人の誇りのようです。胴体が出来上がると、その肩に穴を開けて頭をつなぎます。ろくろの回転を利用して小さい穴に大きい首をねじ込むわけですから、これはもう抜けません。よいしょ。大変清純な目鼻立ちを描き込む仕事は工人が最も精魂を込めるところです。この愛らしさ、そしてこの愛嬌のある豊かさ。温泉ばやりの今日この頃、どこでもこけしのブームですが、今時のものと違って鳴子のこけしには私たちの童心を静かに揺りさましてくれる美しさがあります。